身近な自然や環境について考えるイベント、敦賀環境フェア2022が5日きらめき港館で開かれました。敦賀環境フェアは敦賀環境未来ネットワークが主催する催しで、環境活動に取り組む市民や団体の活動を紹介しています。今年は身近な自然資源に関心を持ってもらおうと、見つけてみよう敦賀のお宝をテーマに展示や体験などが行われました。特別展示ではラムサール条約に登録されてから今年で10周年を迎えた中池見湿地を紹介、2012年にルーマニアで行われたラムサール条約締結国会議で授与された認定証が飾られました。中池見湿地の保全活動を行う NPO 法人中池見ネットは、生き物豊かな田んぼ作りや外来種の駆除、自然観察会など市民参加型の取り組みを行っています。ブースには絶滅危惧種に指定されている北のメダカや日本イシガメの水槽も展示され、子どもも大人も楽しんでいました。また昨年に続き市内の海岸で清掃活動を行っているチームクリーンブルーが敦賀の海洋ごみの現状について紹介しました。ブースでは市内の海岸や海中にあったさまざまなごみの展示や、近年問題になっている5ミリ以下のマイクロプラスチックが生態系に影響を与えている現状を示し、プラスチックごみを減らすことなどを呼びかけるパネルが展示されました。また海洋ごみが混ざった砂の中からごみを取り出す体験も行われ、子どもたちが海岸のごみの種類について学んでいました。ちっちゃい方がどれだけゴミあるか分かりやすい。これすぐ分かる。目が粗い。砂の中にね、こんだけゴミが隠れてる。今までだと海岸のゴミってこうやって普通に手で拾うイメージがあるんだけど、こういうゴミが今すごく増えてるから、そういうのをしていくことで少しでもゴミが減ると海のお魚さんたちがね、喜んだり。環境フェアでは環境コンクールの表彰式も行われ、市内の小中学校から応募があったポスターと壁新聞の入賞作品が会場内に展示されました。体験コーナーではクリスマスにぴったりの寄せ植え作りや松ぼっくりを使ったエコ工作など、楽しみながらエコにつながるワークショップが行われました。他にも車の燃費を意識してエコにつなげるためのマイカー点検教室や、間伐材を使った木工工作、粗大ごみの中から十分使える家具などを提供するリサイクル店など、23の企業や団体がブースを設け、環境活動などを紹介しました。敦賀環境未来ネットワークの増田正樹会長は、今年は中池見がラムサール条約に登録されて10周年の記念の年となった。市民の皆さんに貴重な自然が残っている中池見を広く知ってもらいたい。敦賀の海についても地球温暖化についてもまずは知ることから始めてほしいと話していました。